本気で作れるくらいいいなら、こんなにもなくしたりしない、簡単なオムレツくらいなら、軽く焼いて美味しく食べたい。皆さんこんばんは、Kです。ということでね、今回はオムレツを作っていこうと思います。でもただのオムレツじゃなくて、今回作っていくのはスペイン風オムレツのトルティージャっていうものをね、こちらのスキレットを使ってね作っていこうと思います。じゃあお腹も空いてきたし、早速作っていきましょう。レッツクッキング。はい、ということで今回作っていくトルティージャの材料がこちら。じゃがいも、ロースハム、サケルチーズ、卵、塩コショウ、以上で作っていきます。トルティージャはほんと簡単で美味しい料理なんでね、皆さんぜひ作ってもらいたいです。じゃあ早速作っていきましょう。じゃあまず野菜のカットからね。じゃがいもはこういったピーラーとかでね、なければ包丁で軽く皮むいて、こういうくぼんでるとこはピーラーのここを使うか、包丁の元のとこの角を使ってね取っていきましょう。はい、ではじゃがいもの皮がむけましたら、こちらを四角くさいの目にカットしていきます。サイズはお好みで、噛んだ時にホクッとした食感があった方がいい人は大きめでとかね。今回はね1センチぐらいで切っていきましょう。でこんな感じ。そしたら続いてロースハム。じゃあこちらもね、じゃがいもと同様1センチぐらいで切っていきましょうか。じゃあ後で使いやすいようにほぐして、はい、こちらで OK。 こちらも一緒に入れとこう。今回カットする材料はこれだけ。はい、じゃあ次はですね、こういった容器を用意して、こちらに卵を割り入れていきます。そしたらしっかり卵を溶いて、白身を切りながらね、はい、では卵が混ざりましたら、こちらの先ほど切った材料をね入れていきます。そしたらさっくり混ぜ合わせて、こちらに裂けるチーズを入れていきます。裂きながら細かくしてね。裂けるチーズ裂くのめっちゃ気持ちいい。これわかる人います？いや、快感。はい、じゃあチーズも入れましたら、こちらもまた混ぜて、じゃあ最後塩コショウで味を整えて、結構しっかりめにねつけても大丈夫です。こんな感じ。じゃあ早速スキレットで焼いていこう。スキレットセット、ファイアップ。火加減は弱火で。キャンプとかバーベキューだったらね、火の弱い鉢の方でやるといいですよね。そしたらこちらに油を引いて、
じゃあフライパンが軽く温まりましたら、先ほどの作った生地を全部流し入れます。材料のバランスをある程度きれいに整えてあげて、今こんな感じね。じゃあこのまま弱火でじっくり焼いていきましょう。ということで数分後に移動。はい、ということで今こんな感じ。ちょっとね、卵の周りが固まってきましたかね。今回じゃがいも茹でてないからね、じゃがいもに火が通るかちょっと心配だけど、かなり弱火でじっくりやってます。じゃがいもね、茹でれる場合はね、先にじゃがいもを茹でてからやった方がいいかもしれないですね。もしくは鉄製の鍋蓋みたいなやつをしてね、その上に炭火とか焚き火のね、ちっちゃいやつを少し置いて上から加熱してあげるとかね。そうやって作るとスキレットだと作りやすいかもしれないですね。なんて喋ってる間にいい感じに卵が固まってきましたので、こちらをね、さすがにフライ返しとかだと無理なので、このスキレットより大きいお皿とかね、木のまな板とかでも大丈夫ですけど、そういうのを使ってこの上にかぶせます。そして一思いにひっくり返す。こんな感じ。したらそのままもう一度戻す。こんな感じね。あとは反対側もじっくり焼いていきましょう。はい、じゃあ火を止めまして、こちらで完成です。じゃあせっかくスキレットで作ったんでね、このまま食べていこう。はい、では完成しました。いただきます。さあ、いい感じに仕上がったかな。切ってみましょうか。おお、いい感じじゃないの。どうこれ、美味しそうだね。じゃがいもも火通ってそうだね。じゃあいただきます。あ、うめえ。芋もちょうどホクホクでね、ベストタイミングだった。ハムの旨味もあるからね、塩加減もちょうどいいしね、もうこれだけで何もいらない感じだね。うん、熱々でうまい。うまっ。後味にチーズの濃厚なクリーミーさがふわっと抜ける。これはたまらん。最高。あ、ちょっと待ってよ、この食材の組み合わせだったら絶対合うでしょう。トマトケチャップ、ケチャップをちょっと乗せて、いただきます。うん、間違いない。またこの中にね、緑と赤のパプリカとかを入れるとね、彩りも良くなるし食感も良くなるんでね、いろんなアレンジが効かせられるかもね。はい、ということでごちそうさまでした。いや、これシンプルだけどうまかった。材料も道具も少なくて済むしね、これはキャンプに持ってこいだね。ただ火加減だけ気をつけないとすぐ焦げちゃうからね、本当に最後の方に残った弱くまだ火ついてるかなみたいなね、それぐらいの状態でやるのがベストかもしれないです。火加減だけ気をつけてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回のスペイン風オムレツトルティージャ、簡単そうだな、キャンプで試してみようかなって思った方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもね、よかったら書いてください。それではさらば諸君、バイバイ。